みーこちゃんご機嫌だね。だってだって、もうすぐ臨海学校なの。どこに行くのかとっても楽しみなの。みーこさん、楽しみにするのも結構ですが、臨海学校は遊びではありませんわ。宿女として団体行動になれ、自主性を育み、みーこだって授業って分かってるの。でもみんなでお泊まりって楽しみなの。私も楽しみだけど、まだ行き先は決まってないんだよね。ええ、学校側と父兄会の間で行き先をどこにするか調整が長引いているそうですわ。まあこれは毎年のことだそうです。もうすぐ決まるでしょうね。ミーコはワニさんのいるビーチに行ってみたいの。海のワニさんなんて珍しいから、お友達になりたいの。危険です。そんな場所に学校が皆さんを連れて行くわけがありません。そもそも海にワニが出るのは海外ですわよね。だとすると私は。どうしたの春菜ちゃん。いえ、私飛行機が苦手ですので。みんな大ニュース、臨海学校の行き先が決まったよ。くるみさん、先ほどから姿が見えないと思ったら、まさか先生方の話を盗み聞きして。盗み聞きなんてしてないよ。そろそろ行き先が決まったかなって張り込んでただけだもん。それを盗み聞きというのですわ。宿女としてあるまじき。もうまた委員長のお説教タイムだ。ですから私は委員長ではなく風紀委員です。落ち着いて春菜ちゃん。それで行き先ってどこになったの。沖縄だって。沖縄ですって。ミーコ、沖縄初めてなの。私もだよ。私も国内って逆に行く機会なかったな。沖縄。春菜ちゃん大丈夫。大丈夫と言いたいところですが、その沖縄まで陸路はあるのでしょうか。やだな春菜ちゃん、そんなのあるわけないじゃん。もしかして私だけ学院に置いてけぼり。しっかりして春菜ちゃん。きっと春菜ちゃんも一緒に行ける方法があるよ。そうだよ、安心して。春菜ちゃんもちゃんと一緒に行けるよ。どういうことですの。ほら、船なら春菜ちゃんも平気でしょ。ええ、まさか学院がこのような船まで所有しているとは驚きましたわ。船なら飛行機よりゆっくり移動するから怖くないね。でもあんまりゆっくりすぎるのも困るの。早く沖縄に行ってスイカ割りしたいの。おっきいスイカ割ってみんなで食べたいね。スイカ割り？そのようなことはできませんわよ。どうして？アリスマー学院の臨海学校では野蛮な行為として禁止されているのです。スイカ割りって野蛮なの？私はそうは思わないけど、昔からの伝統で決まってるみたいだね。スイカ割りだけじゃなくて遠泳も禁止みたい。泳ぐのにも制限があるの？ええ、泳いでいいのは深さ1メートル未満の浅瀬までと規則で決められています。これも生徒を守るためですわ。そんな、せっかくお気に入りの水着持ってきたのに。集合ですわ。さあ、私たちも参りましょう。うん、急ごう。はーい。富士山、富士山。みんな真面目に先生の言うことを聞いて、ちょっともおふざけもしない。
そんな臨海学校楽しいのかな。本当にそれでいいのかな。いやーっと沖縄に着いた。ずっと船の上にいたからまだ揺れてる気がするね。ねえねえ春菜ちゃん、この後って何があるの？すぐに海で遊べるの？それはまだですわ。まずは大通り沿いにあるホテルに移動です。じゃあホテルに入る前に周りのお店に入ってみようよ。大通り沿いにはお土産屋さんがたくさんあるんだって。面白そうなの。ミーコ、サンゴが見たいの。いけません。1時間後には海についての講習が始まります。それまでにホテルに移動して荷物を置いて集合。せっかく沖縄に来たのに何も見ないでホテルに行くだけなんてつまんないの。そうだよ、委員長は本当にそれで楽しいの？誰が委員長ですか。私は風紀委員です。そもそも楽しいとか楽しくない以前に団体行動とはそういうものですわ。くるみさんもみーこさんも学院の一員なのですから、皆さんに迷惑をかけないように行動しなければ。まあまあ春菜ちゃん、そこまで厳しく言わなくてもいいんじゃないかな。くるみちゃんとみーこちゃんの気持ちもわかるけど、今日は海で遊ぶ予定もあるから講習はちゃんと受けよ。海に行くまでの我慢だからね。でも、はあ、仕方ありませんわね。お店の中に入る時間はありませんが、外から少し見るくらいなら構いませんよ。本当？春菜ちゃんありがとうなの。その代わり講習は真面目に受けること。もしこの約束を破るようでしたら。ねえねえ、あっちに面白そうなお店があるの。よし見に行っちゃおう。お二人ともまだ話の途中ですわって。もうあんなに離れたところまですごい勢いで走って行っちゃったね。まったく、あの二人には困ったものです。それだけ沖縄を楽しみにしてたんだよ。私たちも早く行こう。そうですわね。お二人を放っておいたら何をするか分かりませんもの。わあ、このお店沖縄の民芸品でいっぱいなの。このポーチ色が派手でかわいい。こっちのガラスのお皿も綺麗。お店の中にもいっぱい綺麗なのがありそう。でも入ったら春菜ちゃん怒るだろうな。お店の前に並んでるのだけでも面白いの。ここに吊るされてるカバンとか。あれ、みーこちゃんどうかした？カバンの後ろにこの子が隠れてたの。子供なのかな。真っ赤な髪がとっても可愛いの。何かのキャラクターなのかな。それはキジムナーですわ。キジムナー？春菜ちゃん、キジムナーって何？キジムナーというのは沖縄諸島で言い伝えられている伝説の生き物の名前です。妖怪さんなの？ええ、妖怪とも言われておりますし、木の精霊、特に古いガジュマルの木の精霊とも伝わっていますね。伝承によれば漁を手伝ってくれたりもするそうですし、もし妖怪だったとしても悪いものではないでしょう。おお、さすが春菜ちゃん博識。じゃあミーコ、お友達になりたいの？そうですね、キジムナーは人に友好的ですから、会えたらお友達になれるかもしれません。でもキジムナーに意地悪をしたり、住んでる木を切ったり焼いたりするとは。どうなるの？キジムナーから必ず仕返しされるそうですわ。くるみさんとミーコさんはお気をつけて。ミーコ意地悪なんかしないの。そんな妖怪さんがいるならお友達になりたいの。私も一緒にいたずらしたいな。
二人なら本当にすぐ仲良くなれそう。春菜ちゃん、すごくキジムナーに詳しいんだね。びっくりしちゃった。その事前に行き先についてきちんと知識を入れておかなくてはと思いまして。歴史や文化、工芸に伝承などいろいろ調べてきたんです。さすが委員長、私たちのためにちゃんと勉強してくれたんだね。春菜ちゃんも沖縄に来るのが楽しみで仕方なかったみたいなの。そういうわけではありません。臨海学校でお世話になる場所について前もって知るのは学生として当然のことですわ。さあ、そろそろホテルに向かわないと講習に遅れてしまいます。行きますよ。あ、待ってよ春菜ちゃん。ああ、春菜ちゃん行っちゃった。私たちも行こう、ミーコちゃん。うん。あれ、どうしたのミーコちゃん。今、赤い髪の女の子が道路脇の大きな木のところにいたの。赤い髪の女の子？誰もいないよ。え？あれ？木の近くに行って女の子探してみる？ううん、きっとミーコの見間違いなの。それより本当に春菜ちゃんたちに置いてかれちゃうの。早く追いかけるの。つまんなかったけど、海の風は気持ちいい。沖縄の海って最高だね。ミーコちゃん、早く入ろう。うん。くるみさん、ミーコさん、砂浜を走るのは禁止されています。へえ、またそんなお堅いこと言ってるの。くるみちゃん、ミーコちゃん、はるなちゃんは私たちの班の班長なんだよ。はるなちゃんの言うことちゃんと聞こう。つまんないことばっかり言うんだもん。せっかくの海なのに厳しいの。だから私は委員長ではありませんし、厳しくなるのはくるみさんとみーこさんの自業自得です。いいですか、お二人とも。時々先生が見回りにいらっしゃいます。だから授業中はおとなしくなさってください。さもなければ外出禁止になりますよ。外出禁止？ええ、海で遊ぶこともお店を見にも行けません。それでもよろしいのですか。それはやだ。おとなしくするの。そんなさってください。さあ皆さん、準備体操をいたしましょう。他の方とぶつからないように広がって。くるみちゃん、みーこちゃん、一緒に準備体操しよう。うん、ぶつからない広さってこれくらいかな。腕を広げてぶつからなければ大丈夫なの。腕を大きく回して背筋を伸ばして。これで準備体操は終わりです。皆さん、お疲れ様でした。準備体操というより軽い運動だったの。私もここまでするなんてちょっとびっくりしたかも。っていうか、他の班の子たちはここまでしてないよ。でも、もういいよね。これでいよいよ海に。まだです。皆さん、波打ち際で一列に並んでください。一列に？今度は何が始まるの？すぐにわかりますわ。海の方を向いてください。それでは全員海に向かって礼。どうしてみんなで海にお辞儀するの？宿女たるもの、どんな時にも礼を尽くす。これがアリス川学院の方針ですわ。
さあお待ちかねの海水浴ですよ。ただし足のつかないところまでは行ってはいけません。はーい。ああ遠泳もダメ、競争もダメ、はしゃいじゃダメ、ダメダメばっかり。こんなんじゃ海に来た気がしないの。ミヤさんどうなさいました？元気がないようですが。あ、もしかして先ほどの準備運動はやりすぎでしたでしょうか？そんなことないよ。ごめんね心配かけて。いえお気になさらず。宿女の鏡であるミユさんが人前でため息なんてただごとではないと思っただけですわ。でもそうなると何か気になることでも？うん、あのね、みんなと一緒に過ごすのはとっても楽しいんだけど、なんとなく物足りないって思っちゃったの。自分でも贅沢なこと言ってるって分かってるんだけどね。そんなこともありませんわ。私も実は同じことを考えておりました。はるなちゃんも？ええ、私たちリリリリの活動を通じて他の方々と考え方や感じ方が違ってきているのかもしれません。そうかも。物足りない時は素直にそう言える。くるみちゃんとみいこちゃんがちょっと羨ましいな。あれ、そういえばくるみちゃんとみいこちゃんは？確かに先ほどから姿を見ておりませんね。まさか脱走したのでは？へっへー、脱出成功。やったの。先生と春菜ちゃんから見つからずに脱出するのってとってもドキドキだったの。だよね、やっぱり旅行はこうじゃなくっちゃ。ほんと委員長分かってないよね。でも勝手に抜け出して大丈夫だったのかな。ミーコ、ちょっと春菜ちゃんたちのことが心配なの。大丈夫大丈夫、夕方までに戻ればバレないって。ふう、森の近くは影があって涼しいね。誰もいないから好きに遊べるの。ミーコ本気で泳いじゃうの。よーし、ミーコちゃん競争しよう。うん。え、ミーコちゃんなんか言った？ミーコは何も言ってないの。誰かに呼び止められた気がしたんだけど気のせいかな。きっと気のせいなの。ここにはミーコとくるみちゃんしかいないの。そうだよね。じゃあ今度こそ競争。今森の方から声がしたの。気のせいじゃないの。え、森の方って何も見えないけど。あの木の陰に誰かいるの。あれって赤い髪の女の子？もしかしてキジムナーさんなの？え、はるなちゃんが言ってたあの？森の奥の方に行っちゃった。待って、キジムナーさん！待って、ミーコちゃん、私も行く。キジムナーさん、見失っちゃったね。どこ行っちゃったの？追いかけてきてほしくないのかな。ミーコちゃんもう戻らない？はるなちゃんも言ってたじゃん、キジムナーを怒らせると仕返しされるって。ミーコ怒らせてないの。そうかもしれないけど。あ、くるみちゃん、あそこに変な木があるの。ほんとだ、幹とか根っこが絡み合ってるみたいだね。さっ
きの声なの。どこにいるの？あ、キジムナーさん？もしかして地元の子？やっぱりアカネちゃんもあそこにいたの。私たち東京から臨海学校で沖縄に来たんだよ。だからこっちのお土産が珍しかったんだ。あかねちゃん、大通りで会った時も一人だったの。お友達と遊んだりしないの？どうして一人なの？寂しくない？ちゃんの髪とっても綺麗で羨ましいのに。変な色って言われるかもなんて気にしすぎだよ。みんな何とも思ってないって。でも私たちには声かけてくれたよね。あかねちゃん優しいの。ミコ、あかねちゃんとお友達になりたいの。一緒に遊ぼうよ。私は白鳥くるみだよ。よろしくね。ミーコは竹下ミーコっていうの。地元のお友達ができて嬉しいの。平気なの。もっとここのこともあかねちゃんのことも知りたいの。うん、行く行く。早速出発なの。抜けたと思ったら崖の上に出ちゃったよ。海がよく見えるの。すっごくキラキラしてるの。あかねちゃんって他にもお気に入りの場所があったりするの？超すっごい、絶対見たい。明日またここで待ち合わせしようね。ただいま。ただいまではありません。くるみさん、みーこさん、昼間はどこにいたんですか？もし先生に見つかったらどうするつもりですか？ごめんね、はるなちゃん、お手洗い探してたら迷子になっちゃって。お二人ともいいですか？臨海学校は遊びの旅行ではなく授業の一部です。多少のマナー違反は多めに見てもらえても、授業を抜け出して遊んでいたなんて許されません。許されないってどうなっちゃうの？停学処分です。停学？当たり前です。だからおとなしくしていなさいと言っているのです。でも春菜ちゃん、二人が無事に帰ってきてよかったね。春菜ちゃんは二人を心配して探してたんだよ。先生に二人は体調不良で休んでるって言ってくれて。え？春菜ちゃんが私たちのために嘘をついてくれたの？春菜ちゃん、ありがとうなの。それとごめんなさいなの。分かってくださればいいのです。残り3日はおとなしく過ごしてください。でもくるみちゃんなんか変。いつもは春菜ちゃんが叱り終わったらすぐに元気なくるみちゃんに戻るのに、どうしたんだろう。ばっかりでつまんないの。そうだね。くるみちゃん、真面目な顔してどうしたの？あのね、みーこちゃん、私今からあかねちゃんのところに行ってくる。え、で
でもバレたら停学処分って春菜ちゃんが言ってたの。だけど茜ちゃんが一人で待ってるんだよ。私あの子に寂しい思いさせたくない。くるみちゃん、それならミーコも一緒に行くの。ミーコもまた明日って約束したの。それじゃあ二人で抜け出そう。あの二人、昨日あれだけ言ったのにまた授業を抜け出そうとして。待って、はるなちゃん。みゆさんはご心配なく、授業に向かってください。すぐに二人を連れ戻してきますわ。あのね、はるなちゃんに怒られてもまた抜け出そうとするのは何か理由があるからだと思うの。その理由を調べてからでも連れ戻すのは遅くないんじゃないかな。調べるって、まさかみゆさん。茜ちゃん、遅くなってごめんなさい。なの、茜ちゃんは学校大丈夫なの？じゃあ夕方まで思いっきり遊べるね。私たちと茜ちゃんはもうお友達だもん。一人になんてしないよ。茜ちゃん、今から3人で遊ぶんだから泣いちゃダメなの。今日は蝶のいる場所に連れて行ってくれるんだよね。それってどこにあるの？あの子たち、勝手に遊ぶために抜け出したと思っていましたが、それだけではないようですわね。小学生くらいの女の子がいましたが、地元の子でしょうか。くるみちゃんたちが初めてのお友達って言ってたね。そういう事情なら正直におっしゃってくれれば。私たちまで停学に巻き込まないようにしてくれたんじゃないかな。あの二人ならそう考えてもおかしくないと思うよ。リリリリを結成したばかりの頃も似たようなことがありましたわね。まったく、普段はあれだけ遠慮なくいたずらを仕掛けてくるのに、こういう時に限って気が回るというか。きっとそれだけ二人が春菜ちゃんのことを慕ってるってことだよ。それは分かっておりますわ。とはいえ、このまま何度も授業を抜け出しても先生に知られてしまうのは時間の問題です。それに私たちも戻らなくてはなりません。そうだよね。でも、みゆさん、何を考えていらっしゃいますの？私も二人を助けたいなって。だから春菜ちゃん、協力してくれる？協力？茜ちゃんの秘密の場所、動物さんも虫さんもいっぱいなの。見て、クワガタ捕まえたよ。茜ちゃん、オオゴマダラってこの蝶さんなの？飛んでて綺麗なの。あれ、ミーコちゃん、アカネちゃん、前から鳥が歩いてくるよ。鳥なのに飛ばないんだね。珍しい鳥さんなの？見られてラッキーなの。そういえば、いっぱい遊んだからちょっと空いてるかも。トウキビ？ミーコ食べてみたいの。アカネちゃん、それがサトウキビ？はーい、いただきます。硬くて噛み切れないの。かじりながら汁を吸う。うわ、なにこれ、甘い。
所とかサトウキビの食べ方も知ってて、私こういう自然いっぱいなところで遊んでみたかったんだ。ミーコもなの。普通の臨海学校よりもずっと楽しいの。家族で旅行したら一人で自由気ままに遊んだりできないからね。アカネちゃんならお友達もいっぱいできると思うの。いろんなことを親切に教えてくれてとっても優しいし。うんうん、アカネちゃんと友達になりたいって子多分いっぱいいるよ。だからもっと自信持って。絶対大丈夫なの。アカネちゃんにはミーコたちがついてるの。お二人とも何か言うことはありますか？えへへ、ちょっと今日も道に迷っちゃって。またそんな見やすいた嘘を。そんなに日焼けをしたのはお手洗いを探していたせいだと？日焼け止め塗るの忘れちゃっただけなの。ミーコたち決してキジムナーさんとお友達になったりとかしてないの。キジムナーさん？ミーコちゃん、しー。まあ、そういうことにしておきますわ。それにしても二人とも沖縄に来たばっかりの時と違って生き生きしてるね。でしょでしょ、私沖縄大好きになっちゃった。楽しんだようで結構ですが、それも今日で終わりです。明日は船で帰りますから、忘れ物のないようにしてください。うん、わかってるよ。さて、そろそろ入浴の時間ですわ。大浴場に移動しましょう。あ、待って、はるなちゃん。ミーコたち、まだ片付け終わってないの。ね、くるみちゃん。そうなんだよね。だから先に片付けしちゃおうかなって。おお、それはいい心がけですわね。じゃあ、私たちは先にお風呂に入ってくるね。うん、また後でね。ねえ、くるみちゃん、結局あかねちゃんにお別れ言えないままなの。だってあかねちゃんの嬉しそうな顔見ちゃったらさよならなんて言えなくなるよ。ミーコたちがいなくなったらあかねちゃんまた一人ぼっちになっちゃうの？わかんないよ。これで沖縄ともお別れですわね。少し寂しい気持ちになりますわ。うん、今度は4人で来ようね。そしたらスイカ割りも遠泳もできるよ。そうだね、楽しみなの。二人とも昨日から元気ないね。ええ、みゆさんの言う通りですわ。お友達ができて帰りたくないというだけではなさそうですね。あかねちゃんとはちゃんとお別れできましたの？え？なんであかねちゃんのこと知ってるの？それはね、二人が授業を抜け出してあかねちゃんと会ってるところを見ちゃったからだよ。抜け出したこと先生たちにはバレてないの？ええ、あなたたちの違反がバレないように私とミユさんが先生たちの目をそらしていました。部屋に見回りに来た時はタオルで身代わりを作って布団に人がいるように見せたんだよ。海での授業の時は砂風呂に入って寝てるように見せるために砂を盛ったりね。まったく、ミユさんにこんなアリバイ作りのような真似をさせて。私たちのために？だって二人はあかねちゃんに寂しい思いをさせたくなかったんだよね。私たちもそのお手伝いがしたかったんだよ。みゆちゃん、はるなちゃん、ありがとうなの。でもみーこたち、あかねちゃんにお別れ言えなかったの。なんですって？
お別れ自体してこなかったんですの？だって、あかねちゃんの悲しい顔見たくなかったから。くるみちゃん、あのね、くるみちゃん、また沖縄に来ればあかねちゃんには会えるよ。でも何も言わないでお別れしたら気まずくてもう会えないんじゃないかな。まったく、あなたたちは普段やることは大胆なのに肝心なところで臆病になるんですから。ごめん、みゆちゃん、はるなちゃん、私やっぱりあかねちゃんにお別れ言いたい。あかねちゃん、今日もあの場所でみーこたちを待ってるかもしれないの。あの場所って、あなたたちが待ち合わせしていた岬ですの？うん、あそこであかねちゃんが待ってるかも。会いたいよ。でももう船は出ちゃったし。いえ、諦めるのは早いですわ。船の進路を変えていただきましょう。え、どうやって？私に任せなさい。先生、お願いがあります。ここから少し西にある岬には島の精霊が住んでいるという言い伝えがあるそうですが、沖縄を去る前に島の精霊にご挨拶が必要なのではないのでしょうか。それがアリスガー学院の宿女としての教育方針にふさわしい行動だと思いますが。二人とも、あかねちゃんがこちらに気づきましたわ。さあ、ちゃんとお別れをしましょう。うん。おーい、あかねちゃん、また会いに来るからね。みーこたち、これからもずっとずっとお友達なの。あかねちゃんの声聞こえた？聞こえた。お友達作って待っててくれるって言ってたよ。今度はあかねちゃんと、あかねちゃんのお友達と、それにみゆちゃんとはるなちゃんとみんなで遊ぶの。楽しみだね。あ、あかねちゃん手を振ってくれてるよ。お二人とも手を振ってあげませんと。そうだね。二人ともよかったね。ええ、お二人に泣き顔なんて似合いませんもの。